なありがとう。ようやく勝てたよ。なんだこれ。よーし、勝った駅あれか。あの女の子に手紙届けたって言わなきゃ。鍛錬の動画で、あ、いない。手紙届けてって言った女の子がここにいたんだけど、無事にね手紙届けてきまして。ゴーゴーサピョイ、次ファイナルトーナメント、あんたを応援する。応援よろしくお願いします。お、待てってのサピョイ、迷いのない俺はキバナさんをそこまで倒した。マジ、私があれだけ時間をかけて鍛えてきたのに。いいの、いやでもそれだけ強いってことか。お前はチャンピオンと違って騒がしい男だな。だがキバナからドラゴンバッジを勝ち取った実力は本物。嵐のような勢いにはさすがに俺も手をされたぜ。いいかお前ら、チャンピオンカップのトーナメントに勝ち上がりタンデと戦えよ。おう、本命は俺、最高はザップ。キバナとの勝負で学んだことをどんどん出し切るぞ。ほらサピョイ、列車が来たぞ、行ってくるね。いい笑顔だ。さあ久々の列車。おお、いやー初めてね、田舎から都会に出てきた時もホップと一緒にこうやって列車に乗ったな。いや今2人ともジム制覇してすごいな。シュートシティ、次はでかいタワーやモノレール、いろいろ気になるけど、ガラルの、いや世界のみんなが注目するからな。はあ現代っ子、しゃべりなよ。シュートスタジアムで最高の試合をしようぜ。乗りに乗ってるな。はあ、ここがシュートシティか。久々に列車も乗った。さてどんなところなんでしょうか。10番道路、まるで雪の壁。氷タイプのポケモンがドヒャーと出現するんだろうな。さっぴょい、チャンピオンカップマンにビシッと成長できるかだな。俺は俺自身とチームメンバーのポケモンたちの伸びしろってやつ信じてるぞ。じゃあ俺は行くぞー、待ってろシュートシティ。相変わらず早いなー行くの。ちょっとさすがに寒いわ。せーの、はい。ということで、あったかい格好に着替えてきたよ。わあ早速なんかいる。わあバリヤードだ、戦いだ。どこかに怪我したり傷ついたポケモンいないか、ドクターだぞ。カーナイト、いや新しい地域に行くのか。カッパカッタ、やっぱみんな強くいた、すごい強くなってる。私もギガドレインでいただき、あなたの体力をいただいちゃうわ。キャー待って、嘘でしょ。ドクター、ドクターここに噛んじゃいます。うちのゆめちゃんをよくも、嘘、待って待って、え、やばい、効果抜群がいない。え、嘘でしょ、マジでやばい。これはダメ押し。何タイプだろう、エスパーかな。回復されちゃうからね、回復する。
余地もなく倒したい。いやあ、待って、うちのサヨトミ嘘でしょ。待って待って、本当に待って、さあマジカルシャイン、いやーやめて、マジカルシャイン返し、うわー痛い。これなんだっけ、あ、半分かい、半分どうしよう、半分半分、なんだそれは、うわうわすごい、めっちゃ回復する、よし、これでマジカルシャインだ、取らないで、やばい、なんてこと、マジカルシャイン、にゃーん、効果が薄い、痛い、あー、やばい、チェンジチェンジチェンジ、あー、いける、いける人いませんか、頑張れ、迷走した、いけー、赤アテール、よっしゃ倒せた、いや大変すぎだよマジで、いやーやっと、なんということは私のポケモンが傷ついたぞ、いや私のポケモンめっちゃ傷ついてるって、どうしてくれんねん、待って待って、これえー、誰かお医者様、ちょっと瀕死なんですけど、うちの子たち、一番今日一番上にしよう、やばい、いやーなんかお医者様いなさそうだな、こんなことある、豊臣、夢ちゃん、オッケー、よしこれでいこう、いやー雪道だ、うわーうわー絶対あの人戦うじゃん、やれることをきちんとやる、山登りでもいいや、禁物です、ちょっと無理してるかもしれないんですけど、どうしたらいい、一応頭をあったかくしてきたんだけど、ちょっとファッションでね足出したりしちゃってて、これちょっと雪山でこの服装はねまずいかなと思うんだけど、気合でどうにかなるかなと思って、ちょっとおしゃれ優先しちゃいました、どーん、よーしよかった、圧倒的レベルさ来たー、頑張れ頑張れ、みんなレベル上がれ、いいね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 、よっしゃ、いやもうこのまま行く、ピュアピュア、めっちゃレベル上げてレベル差で押していこう、よっしゃ、あ生き残った、なんだと、キャー、やばい痛い、あでもあられで、なんとか、よーし、なんでこんな急に勝った、ギリギリの戦いになる、自分より強い相手にやれることだけやってもかなわない、
誰か回復を。よし、回復回復。気づく薬使って。で、気づく薬使って。よし、一応回復していこう。いけるかこれ。うわ、待って、めっちゃいるやん。何こっち。いやー、なんか来たー。いや、無理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 、来ないで。いや、やだー。戦いましょう。あれ、あ、スマホ見てたな今。歩きスマホいけないんだ。仕事よりも勝負の方が緊張するんですよね。いや、私も今緊張が走っています。さあ、ビジネスマン、かかってきなさい。氷タイプってさ、何が良かったんだっけ。氷倒すのもめっちゃ苦労したんだけど、確か確か岩タイプと、オッケー、岩と火と格闘だよね。格闘が今いないんだよ、うちに。でも岩が賃貸いて、火が被爆いるから、なんとかいけるかな。いや、そのまんまでお願いします。火炎ボールあと1しかない、やば、まあいいや、使っちゃおう。どう、エンドールと勝った。ビジネスをするからビジネスマン。みんな使ってくるタイプがあれだな。マジか。エスパー？エスパーは虫とゴースト。虫とゴースト。悪、虫とゴーストは悪か。いないな、うちに今いません。アーマーガーがいなくなるとガラルが終わるという噂、知らんな、タクシードライバーさん。かっこいい、ひよちゃんだ。ああ、いけるか。炎の機械引き壊せ。よし、いいね、大丈夫大丈夫、まだまだ全然勢いでいける。レベル上がってきた。フライゴン、これは炎に分かったはず。いや、炎の誓いまだあるから大丈夫か。ひぃ、今一つ、やめてー、怖い、嘘。どうしよう。どうしよう。マジか。どうしようかな。賃貸。いけるか。ロックブラスト耐えて。よし、なんで、ちょっと、そうでしょ、やばいよ、やばいやばいやばい。いやー、シザークロス耐えて。危ない。よし、あと1
回耐えれる能力はないかもしれないな。うわー、ダメだ、終わった。あと1匹、あと1匹、あと1匹。あ、よかった、あられ勝ちしました。うわー、天候に恵まれたな。ゆめちゃん、たくさん経験してもらってよかったね。アーマーがあるの昔話、詳しいことは知らないんだよ。どうなんだろうね。ここで豊臣が来たー。天下統一しました。切り刻ん三英傑、やったー、かっこよ、かっこよ。あ、悪いるじゃん、かっこよー。来た、待って、やばすぎ、もう終わってるやん。いやでも、キリキさんが、キリキさんって誰だ、豊臣か、豊臣がね、タイプだから、うん、エスパーにはね聞くんだけど、エスパーが持ってた問題、ここが問題。んで身体一旦全員回復しとくか。よくもうちの子たちを、頑張れみんな。 OK、 で豊臣ちゃん前だ、豊臣チェンジ。こっちは何？うわー、ついてこないで。いやー、やめてー。なんだこっちは。いやー、なんかいる。え、こっち合ってる？わかんない。帰る。やばいやついた、やばいやついた。いやー、やめてー。何？え、なんで今呼んだの？今逃げてたのに口笛。こっち？郵便、いつまで手紙を運べるのだろうか。ポストマン、いつもご苦労様です。フェリッパー、豊臣でいけるか。雨が降り始めた。フェリッパーは別にエスパーじゃないんだよな。筋切り、うわ強すぎ、さすが豊臣。よーし、ダメ押し、耐えてね。 OK、 あ、混乱しちゃったか。いけるいける、オッケー。豊臣が急に強くなった。夜のつく、いけるいける。よし、夜のつく、筋切り。やめて、寝ちゃう。じゃあ寝ちゃった。起こしてみるか。いつもね変えてたんだけど、眠気覚まし。はあ、起きなさい。豊臣は目を覚ました。見て、泣かぬなら泣くまで待とう。いやー、なんで、あ、もうダメです。豊臣はお眠です。眠ってしまっては戦にならん。もう
ダメじゃん、起きてよ。誰だ、誰がいいんだ。鳥でしょ、焼くか。しょうがない。ムーンフォースって回復技じゃないんだ。しょうがないな。泣かぬなら殺してしまえ。またターゲット、いやー焼き鳥にならない、嘘でしょ。いやー強い。どうしよう、蹴るか。お、正解っぽい。よーし、白桃だからかな。いたわ、疑惑より白桃だった。嬉しいね、勝ったー。終わりたくない。ポストマン頑張ってください。ちょっとうちの豊臣が寝てしまいました。寝てる場合じゃないよ。おっちゃん、いや違うな、ゆめちゃんだな。ゆめちゃん、こっち？あきらん、彗星のかけら。あ、しまった。捕まえれるかな。ガラル地方の姿かな。スパイクタウンにいたマリアードとはね、姿が違うから。いいね。あかんて、寝るて。もうめっちゃ寝させてくるやん。雪山で出たら死ぬって。起きて、捕まえちゃおう、捕まえちゃうもんね。ダメか、もう一回もう一回。いや、ゆめちゃんにはゆっくり寝てもらって、その間に捕まえちゃおう。えい、よーし、よかったー。オッケー、バリアードゲットー。氷エスパー、エスパータイプ多いんだよなー。と置いとくか、世界に行ってもらおう。あ、マジ？あ、こっちじゃない感じ。あ、こっちか。いや、来た道戻ってる。さっきのところが正解か。マジか。キャー、助けて。やめてこないで、やめてこないで。もう私はやばい。ひー、キャンプ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 。珍しい食材焼き波を使えば料理が美味しくなる。何巨大パウダー、え、知らん。ちょっとでも、ひなひな。はい。よし。いや、寝てる。かわいい。やばい、めっちゃかわいい。え、まだ寝てる子いるよね、あともう一人。いないっけ。あれ、みんな起きたっけな。超かわいい。あ、うちの子、この子だけだ。なるほど。あら、寝てるのー。起きる？あ、起きた。やば、キャンプ最高。起こせた。寝起きてるの。あら、かわいい。遊ぼうね。かわいい。やぞ。やあやあ。はい、かわいい。アモルペコちゃんが来るかな。モルペコちゃんもかわいいね。あらー、いい、かわいすぎる。よし、
腹ペコかわいいな。あ、なんか食べた。お、喋ってる。あー、仲良くなった。いい、とてもいい瞬間見てる。あ、嫌なの。あー、面白いの。いいやん、いやー、嘘やん。めっちゃモロペコいい子ちゃん。腹ペコ。かわいいね、腹ペコ。あらー、かわいい。遊んでらっしゃい。じゃあ、とりあえず料理します。料理。はい。キャンプのお兄さんと一緒に料理。あー、なんかいる？これ？はい、もうこれでいきます、すぐに。料理だ！来ました、料理タイム。なんだこれ、骨？よっしゃー、仰ぐぞー。いけー。混ぜて混ぜて混ぜて。あ、やばい、ゆっくりゆっくり。はいはい、ゆっくり混ぜて。心を込めて、ゴー！よーし。さあ、何カレーかな？完成！みんなできたよー。苦口ボーンカレー。おー、新しいやつだ。ちょっと苦いかな。美味しそう。かわいいな。かわいく食べるね。にゃー、いいな。お、お邪魔しました。よし、これでみんな元気になった。え、これ挑んでいいやつ？あー、なに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 、こわ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 。でも、もう怖い。挑んでみるか。怖い。いや、でも何でも捕まえれるようになったからね。捕まえよう。いや、めっちゃ強い。あ、効果ありが来た。あっぱかった。なになになに。あ、来た。運が。マジカルリーフ。いやー、寒い。え、強っ。え、どうしよう。効果抜群。でもな、賃貸で様子見よう。とりあえず賃貸で効果ありぐらいでいいかな。なになに、耐えて。いや、よし。硬いからね、そんな簡単にはやられない。あ、いい感じ、いい感じ。これであられも襲ったら、あ、向こうあられ襲われないんだ。雪国の人間だから。いやー、いけ。ハイパーボール。それ何？一回もういっちゃおう。いける。あー、そー、なになになに。あ、回復するやつか、もしかして。ちょっと、うわ、マックスじゃん。そうでしょ。効果抜群で死んじゃわないかな。いや、なだれ逃げてる間に攻撃。あ、いい感じ。大丈夫、起きないで起きないで起きないで。
寝てる間に捕獲。来たー、よし、スンベアゲット、やったー、やったやった、え、めっちゃ強いじゃん絶対。かわいい。もうボックス送ります。よし、やっほー、ポケモントレーナーならどうしよう、戦いたくないのに。あ、じゃあ一緒にキャンプでもする？ちょっともう一回キャンプしないとやばい。たい焼き、ちょっといけるか試そう。砂嵐、あ、ギガイアスはいけるのか、そっか、さっき倒したもんね。よっしゃ、やったれ。おお、効果抜群。大丈夫、置かれてもこのターンで倒してしまう。滝登り、よーし、いいね。そのままいけるっしょ。サイドハイドロポンプ使ってみよう。おお、いい、やばー、最高。いや、たい焼きちゃんはいいな、キープで。どこで間違えたかな、最初に出したポケモンか。そうです、そうです。あー、簡単に登れない。君の佇まい、ただものではありませんの。ジェントルマンじゃない？うーん、前のジェントルマン強かったんだよ。どうかな今回。たい焼き、あ、ハイドロポンプ、よっしゃ、やったね。うわ、かっこいい。あ、まあまあだ。ナクアテンエール、めっちゃ挑発する。よし、その手にはならないよ。あ、やばい、60、たい焼き暴風、いや、いいよ暴風。もうたい焼きのさ、技全部いいんだよな。強力な風で相手を包み込んで攻撃する、相手を混乱させることがある。うわ、どうしようかな。アクアテールとチェンジでお願いします。ポカン、暴風、よーし、身体も50レベル攻撃しか今はいらない。あ、まだ出すの。あ、入れ替えない入れ替えない。タイレースはね、格闘だから水はね相性がいい。うわ、暴風が効果抜群なんだ、覚えてよかった。よーし、いいじゃん、いいいい、素晴らしい。落とすか、まあそのままいけるっしょ、ノリに乗ってるから。これか、たこ焼きの進化系。おお、初
風がいいんだね。これなら効果ありでも全然いけそうだよな。まあでもどうしよう、滝登り。いいね、この演出大好き、何度見てもいい。勝った。おー、あなたのポケモンとても素晴らしいですね。あなたのポケモンも素晴らしいよ。あ、うわちょっと待って何これ、ボール投げると同時に、嘘、こんなことあるやばー、こんにちはお久しぶりです。いよいよですね、どれだけ強くなったかチェックよ。あ、前いた人じゃん。とてもいいポケモンのトレーナーはカメラ越しに輝いて見えるさ。いや前回はね、戦いに勝ったらこのインタビューボツにしますって言ってきたの。今回はどうかな、見てよ、この水と炎という相対する両方使いこなしてんのすごくない。どう、バッチリ映ってる。ハイドロポンプどっちに決めよう、こっちかな。起爆位に二度蹴り、一気にやる。いけ、ピッ、いいね。あれは多分あられでいける。あー、雷やだ。どっちに、あ、そっち、ほら、キー。そうか、エレザード電気か、電気はちょっとやばい。そうなの、電気体で弱いのよ。しゃあないしゃあない、ナイスファイ。まあでもギリギリやろ、いけるから。よし、ぽっちゃん、久々に行ってみっか。え、まだ来んの、マジ。いやん、マジカルシャイン打ってバックインは、お、効果抜群。こっちか、もういいね、1回で倒しちゃう。え、なになに、え、一回生きるごとに削ったかな。トゲトゲが刺さって痛いよ。よし、もうもらえんやろ、ポケモン。いやー、めっちゃ奇遇、マジカルシャイン。いいね、ちょっとパターンはあられでやられちゃうかも。耐えた、えらい。猫再生、フラクイは二度蹴りでいける。2回蹴れば倒れるでしょう。先手必勝、よーし、勝った、効果抜群。よーし、もう自己再生するんだ、ここからでもやるやん。いいね、もう終わりじゃないの。え、まだいんのかい。そう、うわー、まだいんの、しゃあないな、マジカルシャイン。あ、打つか、混乱するか。いや、マジカルシャインでいいや。起爆位二度蹴り、いけ、
げー、あんま効かないな。いやー、やめてー、しゃーない。キノペンはもうきついな。え、待って、いる？あ、トヨタミがいた。トヨタミ、トヨタミは格闘があんまりだったからな。穴掘っても浮遊してるから効かないし、豆押し。あなたは回復ですね。興奮に耐える。よし、えらい。お、聞いた。もう次でいける。豊臣の辻斬り、岩ぴょいの、カウンター。寒いな。え、自分にすればいいのかな。まあいいや、緑蹴り入れとくか。緑蹴りって先行ける。よかった、先行けるならこれで大丈夫。やっと倒した。インタビュアーに勝ちました。言葉を失う強さ。皆さんも要チェックですよ。皆さん応援よろしくお願いします。負けた。だがそれがいい。君の強さを体験できたよ。もう出演料ももらっちゃって。ご依頼いつでもお待ちしてます。うーん、おー、晴れ晴れ。すごいすごいすごい、きれい。いいね。チリンチリン。うわー、新しいところに来たって感じがする。雪山を抜けてようやくたどり着いたのは、シュートシティ。わー、近未来感がある。ちょっと、お、いいね。あら、おしゃれ。ちょっと高級だな。でかー、ここのスタジアムでかすごい。アーマーガーが飾られてる。うおー、シュートシティ、俺が伝説になる場所だって。俺が新しいチャンピオンになるんだからな。いや、私がなります。よし、サクサクっとシュートスタジアムに行くぞ。え、軽っ。さくら、お前もシュートスタジアムに向かうよな。ちょっと街の散策したいかな。先行ってて。うわー、いいねー。シュートシティ、ローズ委員長によって計画的に作られた大都市。ほう、すごい、アーマーが。あ、まずは癒すか。お姉さん、